どうも、友成隆弘と申します。今回は、埋もれさせておくにはあまりにも惜しいと思われる、これからの本のあり方の一つのモデルを提案させていただきたいと思っております。現在、ニコニコ動画でも、新しい電子書籍のあり方がスタートしたみたいですが、大変失礼な言い方になってしまってあれなんですが、あれではまだ不十分だと考えております。そもそも僕の考える未来の本のあり方はインターネットサイトを前提としています。また2つの考え方を基本軸に置いております。1つ目は清書的なあり方を目指そうということです。これは別に宗教的になろうと呼びかけているのではなくて、要はもうこれ以上個別の作者による個別の作品が読み捨てられる、今の読書形態は必要ないんじゃないかということなんですね。そうではなくて、これからはたった一冊の本を日々解釈を更新していくことで、新たな本に生まれ変わらせていくといった清書的なあり方を目指すべきだと思うんです。で、二つ目は、赤魚に特許を認めてみようという考えです。これはちょっと誤解を招きやすそうなので、順を追ってお話ししますと、文学に限らず、書籍っていうのは図体がでかすぎるなと以前から思っておりました。つまり、多ジャンルに紛れ込ますことができないという欠点があると思うんです。例えば、音楽だったらテレビに紛れ込ますことができる。ラジオに紛れ込ますことができる。コマーシャルに紛れ込ますことができる。でも、書籍はできません。なので、書籍を多ジャンルに紛れ込ますことができるぐらいの最小単位まで分割させていって、そこに特許を認めれば、ある経済的な流れを作り出すことも可能なんじゃないかと考えたんです。これが赤魚に特許を認めてみようという考えの真意です。この二つの考えを組み合わせますと、次のようなインターネットサイトが構想できます。まず、書籍の最小単位であるワンフレーズ、これを特許として登録できます。で、そのサイト上では、このワンフレーズからしか創作してはいけないというルールを決めます。で、そのワンフレーズから、いわゆる二次創作が生まれます。で、その際、親であるそのワンフレーズにポイントが入ります。そんな具合に考えていきますと、その二次創作からさらに三次創作が生まれます。その際、親である二次創作にポイントが入ります。また、同時におじいちゃんである例のワンフレーズにも半分のポイントが入ります。こうして、サイト内でどんどん創作が発展、膨張していくわけです。だけど、元をたどれば、たったワンフレーズから生まれた一冊の本であるという着地点は揺るがないわけです。ちなみに、このサイト内における創作は、詩、小説、評論、それらすべてを含んでいます。つまり、何を書いてもいいわけです。さらに言えば、データベース、例えば物語の起承転結のパターンなども登録できるようになれば、さらに面白いと思っております。じゃあどうやってそのワンフレーズの特許的な地位を得るのかと言いますと、僕はこう考えております。まず、サイト内のルールとして、作者レベル、読者レベル、データベースレベルを設定します。作者レベルというのは、もちろん作品を書くごとにアップしていきます。で、読者レベルというのは、Twitter でいうところのフォロワーのことで、何人読者を持っているかでレベルが上がり下がりします。で、最後のデータベースレベルというのは、他の2社に比べて特殊なんですが、さっき言ったように、物語の起承転結のパターンを登録しない限り、表示されないステータスです。その代わり、サイト内に一度ある物語のパターンを登録すれば、それは長く引用されるわけですから、その都度、ポイントが入ります。すると、必然的にデータベースレベルが上がるということになります。で、この3社のレベルが総合して高い人が、
その次のワンフレーズの特許を得る権利を得られるわけです。ちなみに僕は基本的にこの特許の地位を年単位で変えるのが好ましいと考えております。というような、まあ一冊の本を読者は好きな部分だけをダウンロードできてタブレット端末で読めるというわけです。サイト内の創作は日々枝分かれして更新されていきますから、それに準じて読者も一冊の本を日々更新して新たな本に生まれ変わらせていくことになります。まさに聖書的なあり方と言えるんじゃないでしょうか。ちなみに僕はこのサイトの名前まで考えていまして、まあイマジナリーブックと勝手に呼んでいます。じゃあそこまで考えていて、なんで自分で作らないんだって言いますと、僕はウェブ技術を全く持っていません。知り合いもいません。さらにうつ病です。なので、実のところ、こうして動画を上げたり、生放送をやるだけでも、命からがら、必死でクリアしている始末なので、僕はこの構想を実現することができません。故に、こうして、ニコニコ動画の場をお借りして、宣伝させていただきたいと思ったわけなんです。どうか、有志の方、いらっしゃいましたら、もしくは、先見の明がある方、いらっしゃいましたら、このアイデアを実行していただけないでしょうか。そうすれば、少なくとも既存の文学賞に落選して、一年を空費してしまったような連中が、生きがいを持てるかもしれないんです。どうかよろしくお願いします。特に松岡聖悟さんや伊藤聖光さん、僕はあなた方のアイデア家であるところや、先見の明があるところなどをずっと尊敬し、頼もしいと思ってきました。もしよかったら、このアイデアを買っていただけないでしょうか。まあ、いずれにしましても、どなたか心ある方に届くまで、この動画はしぶとく上げておくつもりです。ということで、新たな本のあり方の宣伝を終わります。